本校では、ドイツの民法典について解説する。民法典は、ドイツ民法の最も重要な方言である。現在の変別は、以下の通りである。第1編総則、第2編債務関係法、第3編物件法、第4編親族法、第5編相続法、ドイツ民法を掲示した、日本民法と異なり、債権法ではなく、債務関係法と呼んでおり、 しかも、その債務法が物件法よりも前にある。物件法と訳しているものも、畜語的には、物の法であり、ローマ法の伝統が感じられる概念である。親族法と訳しているものも、また、畜語的には、家族法であり、日本の工学上の家族法概念が、親族法と相続法の双方を包含するのとは、用法が異なる。このような構成は、 ローマ法大前に由来するパンデクテン方式と呼ばれ、同じ大陸法系でもフランスが採用する法学、包み金目方式と対比され、高度な抽象性と演劇的な体系性が特徴とされている。BGB は様々な社会の変動にもかかわらず、100年に及ぶ長い期間大きな改正はなされていなかったが、判例や特別法による修正は、 限界が来ているとされており、EU の消費者も物の,の売買と保証に関する指令で2002年1月までに貸し担保責任の整備が求められていたことから民法の大学教授の反対を押し切り、2002年に債務法の改正がなされた。およそ300条に及ぶ大改正であったが、これほどの大改正をする必要があったかについては学会及び実務会で、 現在もなお大きな争いがあり、その評価が定まったものとは言えない。判例上認められてきた契約締結上の過失、行為の基礎の喪失についての明文の規定を置いた。伝統的に、利口地帯、利口不能、積極的再建侵害に分けられていた、給付障害を積極的再建侵害に統一し、義務違反という概念にまとめたが、 損害賠償請求については、過失責任の原則を維持した。過失の証明責任については、義務違反につき過失が存在しないこと常に、債務者が立証しなければならないとして統一した、名分の規定を置いた。損害については、従来からの差額過程の概念を前提としつつ、債権者が、給付保持の信頼のもとに適正に行った、支出の賠償を請求できるとして、 例外を設けた。貸し担保責任については、一般の給付障害に含まれるものと規定され、買い主はまず追加請求をなすべきものとされ、売り主が追加に過分な費用がかかるとして、これを拒絶した場合には、代金減額請求権を行使できる。また、損害賠償については過失を要するものとした上で、給付義務違反が重大な場合に限り解除ができるものとした。 歌詞の概念も明確化を図り、例えば取扱説明書の内容が不十分なため、買い主が組み立てに失敗して既存した家具についても、歌詞が認められることになった。このような家具を売っているイケアになぞらえて、イケア条項と呼ばれている。瑕疵担保責任の時効期間は原則として2年に延長された。時効については、時効期間を 従来の請求権の30年から3年に大幅に短縮する一方、他方で事項の起算点を請求権の客観的な発生時点から請求権を基礎づける事情について知り、または重大な過失により知ることができた時点から、起算するとして主観的要件を課すものに変更した。中断、停止についても大きな変更がなされている。解除効果法については、 薬定解除と法定解除を統一的に規定し、従来解除権者に奇跡自由のある返還物の滅失ツ損につき、解除権の喪失を定めたい他のを価格賠償義務を負うものとした。特別法との関係では、消費者保護に関する法律及び命令、普通取引、薬款法、通信販売法、訪問販売法、 一時的住居権契約法が BGB の中に編入され、電子取引に関する規定が追加された。他に受け負い契約も変更がなされている。日本民法は立法及び解釈の上で、ドイツ民法から大きな影響を受けている。しかし、物件変動につき無印主義を取るなどの点で、部分的には日本民法と大きく異なるところもある。ドイツ民法は、 実質的な意味においてはドイツにおける司法の一般法を指し、形式的な意味においては民法典を指す。もっともドイツという概念は歴史上極めて不明確であるが、歴史を遡るときは通常ドイツ民族の神聖ローマ帝国が念頭に置かれている。ありがとうございます。